のアイドルはこれだ。はい、原宿星お人形スプーン様のマスミです。はい、どうぞー。はーい、ゆたスプーン様でーす。ちょっと名前難しいね。難しかった。長いね。長いですね。はい、よろしくお願いします。ゆたお願いします。お願いします。はい、原宿お人形のスプーン様のマスミです。あ、星はいらなかったみたいだね。星がいらないんだ。星はいらないです。発音しちゃダメなのね。発音しなくていいって言って。はい、大丈夫です。無線音で。はい。はい。この人数の後なんで。はい、そうですね。なんか、ビビりました。大丈夫です。でもインパクトがすごい、あります、うん。髪の色だったら絶対負けてないもんだって。はい、全員足してもそんなに色ないもん。足してもそうですね。確かに。はい。レインボーカラーの。はい。ぬいぐるみ好き。相方はペガサス。ペガサス、はい、ペガサスってあの空を飛ぶあれ馬？ペガサスです。馬、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 今日持ってきてないんですけど。ああ、馬来たよ。馬、馬大好きなの。はい、ライブの時にペガサスを連れてライブやってます。あのペガサスって結構美味しいんですか？あれ食べないですね。あ、よかった。夢を食べますね。あ、夢を食べる。それ僕じゃないの？あれ、バク的な、バク的な。まあいっか。もういっか。じゃあ、はい、りなちゃん今度行ってガブッと喉笛にかぶりついてください。はい。はいって。食べちゃう。マスミちゃん。はい。なんてお呼びしたらいいですか？あ、スプーン様。マスミでいいです。マスミちゃんでいいんだ。スプーン様ってちょっと呼びたいんですけどね、私。そう。スプーン様って。ね、スプーン様はユニット名的な感じなんですか？そうですね。なんか題名的な。題名？題名。題名。これはお一人でソロ活動されてるんですよね。はい、ソロでやってます。相方さんはペガサスです。なるほど。なるほど。今理解した。え、あれ？何を理解したんだろう。ちょっと逆に分かんないな。みたいなね、繋がってますか？ね、ちょっとなんかそんな感じだもんね。はい、そんな感じ。スプーン様のマスミちゃん、告知がちょっといっぱいあるので、はい、あ、まずそこ先にしてもらいましょうか。はい。じゃあ、はい、本人様からお願いします。お願いします。はい、7月9日国分寺。国分寺だね。きっと。はい、いいぞ。正しいパス。国分寺、モルガナにて、スイートポップのライブが、というイベントのライブがあります。はい、大丈夫これ、うん、人の告知じゃないよね。大丈夫自分の、はい。頑張れ。あと、7月23日の水曜日に、はい、恵比寿ライブゲートにて、サブカンライブをやります。お題名がサブカルミックス。今年の夏はきっと寒天が流行るようです。へぇー。寒天、寒天。寒天が流行る今年は。寒天の海藻からできたやつだよな。海藻食べるやつですか？食べるやつですね。サブカルだからなんかちょっといろんなものが出てくるの？そうですね。なんかサブカルチャー的な海藻ライブです。へぇー。寒天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 も気になりますよね。まあな。なりますね。大丈夫、あの、寒天工場から来た人じゃないか。寒天工場から。ということで。告知以上で大丈夫ですか？告知、そうですね。なんかもっといっぱいあるんですけど。とりあえずそんなもんで？とりあえず、そんな感じです。うん、はい。近いのが。はい。ちなみに、スプーン姫で調べれば出てくる？原宿お人形スプーン様で。あ、であれば。調べたらネットで出てきます。じゃあそこに行けばね、正確な情報が出てきますけども。はい。お人形さんなんだね。ああ、喋る人形。ちょっとやっと理解した。ピエロ人形っていう。え、なまってピエロ？ピエロ？ピエロも好きなんで。ピエ、ピエロ？ピエロ。ピエロ。あれ、またなんか新しいキャラクターが。ピエロって。ピエールってフランスの人？ピエロだね。ピエロです。ピエロ。普段じゃあどこで、そのライブ会場とかで見ることができるのかな？そうですね、ライブで。スプーンさんも。はい。なんでスプーンなの？なんかそういう、スプーン王国からやってきたとか、スプーン星からやってきたとかあるじゃん。スプーンおばさん的な？もう本当そう思ったね、私たちは。世代がね。ケルトの ラブスプーンみたいなんで、縁起がいいみたいなんで。ケルトのラブスプーンがちょっと私わからない。ケルト神話っていう神話がありまして。はい、ちょっとそこまでしかわからない。はい、なんか、スプーンが幸せを救うみたいな感じで。ありますね。シンボル的な感じ？シンボル的な感じです。縁起のいいお名前。はい。あの、タイの小骨を入れとくとお金が貯まるみたいな財布と同じ？ちょっとおじさんくさいわからないですね。ヘビの抜け殻的な。あ、それ私入れてる。入れてるの？効果あるのそれ。ある
るような気もする。白蛇じゃなきゃダメなんじゃなかったっけ？あれ、うん、白っぽかった。白っぽかった、ね。まあ、いいか。ざっくりしたらわかんないからな、色はな。確かに。ごめんなさいね、おじいさんとおばあさんがこの話ばっかりして。本当にもう。ちょっと、りなちゃん、ついてきてくれる、うん、はい。あ、すいません。もうボケーっボケーっとしないで。本番ダメダメ。本当にもう。なるほど。じゃあ、幸せの象徴のスプーンちゃんということですかね。いいですね。はい。素敵。ライブではじゃあどんなことやるの？ライブでは、だいたいボカロで、歌ってますね。さあ、おじさんわかんないよ。ボーカロイド。お、ボーカロイドのことか。そうですね。ボーカロイドで新商品のお菓子とかだと思ってた。ミクちゃんみたいなやつだよね。だいな。おお。あ、だ人形とつながるわ、なんとなく。ちょっと私たち弱いじゃん。ちょっと今ついていけない感じ。やばいよ、やばい。勉強しこれを機に勉強すればいいし。そうですね。はい。ということで。サブカルをね。はい。ということで、ありがとうございました。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 ありがとうございます。